はいはい、面白いことになってまいりました。え、なんだって、日本が学術会議、悪名高き学術会議をですね、国から切り離して防衛装備品の輸出を始めるんだって。なんだって、高い技術力を持っている日本の防衛装備品がついに手に入るのか。じゃあねカナダとしては日本の三菱重工の潜水艦が欲しい。タイゲーっていう最新鋭の潜水艦が欲しい。一隻、バカを言うんじゃないと、最低でも8隻、できれば12隻欲しいな。おー、しょうがないな、売ってあげようか。はい、大変なことになってまいりました。日本政府がですね、日本のですね、防衛装備の開発を妨げていた、まるで中国の手先のようなが、日本学術会議でですね、日本の国から切り離すことを決定したでしょう。したらですね、もうね、今ね、日本のね、防衛装備協会がですね、わっしょい状態。それ何よりも、西側諸国がわっしょいわっしょいね、ついに高い技術力を持っている日本の防衛装備を手に入れることができるんだ。じゃあ、一番乗りお礼という形でですね、今手を挙げそうなのが、カナダのトルドーさん、カナダ人ニュースさんの影響でしょうか。ありがとう。そしてですね、今ね、発狂してるのはですね、中国とロシア、もう堂々とですね、声明でですね、日本で作ったパトリオットミサイルをアメリカにやるのは絶対に許さんという、お前ら関係ねえじゃねえか、ロシアは関係あるのか、ぷぷーという形でですね、楽しい状況になっておりますので、これを一刻も早くですね、皆さんにお伝えしたいなと思いました。だって今までさ、日本とさ、イギリスと、イタリアか、戦闘機を開発してですね、防衛に力入れちゃおうかみたいな話がありましたし、なんだね、この状況が続くとですね、素晴らしいことにですね、もしかしたら、日本の誇る軽空母加賀、これ、駆逐艦をですね、ちょっと改造して、ほんで空母みたいな感じにしたんだっけ、ね、日本はですね、一応軽空母とはいえね、回収しただけのものとはいえ、一応空母があるんですよ。これも売っちゃいます。2兆円くらいでどうだ、カナダ、どうもやめてくださんでございます。むちゃくちゃ言ってる。ということでございましてですね、日本学術会議をですね、この間ね、岸田政権がですね、日本の国の直轄組織から切り離したでしょ。これによってですね、これね、日本の防衛装備協会が本当にね、わっしょい状態になってるんですよね。パトリオットミサイルをですね、アメリカからのライセンス生産で作ったパトリオットミサイルをですね、はい、アメリカ様に出荷をしますというような話が進んであったりであるとかですね、無人機ドローンの開発もですね、進めるみたいな話があったりとかですね、もう、あとはやっぱりこれだよね、外務省がですね、これね、なんていうのかな、日本のですね、この外交ツールのして、一つとして日本の高い技術力を持っているで作ったですね、防衛装備品をですね、無償でですね、提供するよ。どんな国に提供するの？中国共産党を封じ込めるためにね、VS 中国で一緒に戦ってくれるですね、同志国に対してですね、無償提供しちゃおうかな。つまりね、日本のですね、防衛装備品で中国を叩いてしまうぜ。中国共産党のですね、包囲網をですね、固めてしまおうぜっていうですね、この素晴らしい外交方針ね、俺もこれでわっしょいなのよ。そして今回ね、その様子を見たですね、カナダのトルドーさんがですね、ガチで日本のですね、潜水艦タイゲーをね、欲しいってね、なんか言い始めてるっぽいんですよね、これで。ちなみにね、これ、タイゲーっていうのはですね、ガチの最新鋭のですね、潜水艦でございまして、値段を調べてみたらね、なんかね、建造費で800億円くらいするんだって。ね、これ、自衛隊に納めるという意味での800億円でございますから、こっから利益を上げるぞってなったらですね、どのくらいでね、みんないくらで売る？2倍の1600億円くらいで売る？もうちょっと言って、2000億円くらいで売る？なんかね、10隻近く欲しいらしいからさ、2000億で10席売ったら2兆円だって。いやー、もうちょっと三菱重工さん、俺株買うわ。もうね、売って売りまくってくれ。そして日本のために、何よりも日本のためにですね、作って作りまくってくれね。ほんでね、この状況ですね、で悲鳴上げてるのがで、ね、さっき言った通りですね、中国とですね、ロシアでございます。もう早速ですね、声明出してきやがりました。はい、まずはね、クリスマスにですね、声明出したのがですね、中国でございますよね。はい、近隣諸国の件で、ね、慎重を求めますよとね、日本製のですね、地対空ミサイルの、これ、パトリオットミサイルのことですね、のアメリカの輸出と決定を受けてという形で、やめろって言いました。で、今日ですね、ついにロシアが声を上げました。なぜかというと、日本のこのパトリオットミサイルがですね、アメリカに輸入されることによってですね、今アメリカではですね、武器が足りない、ウクライナへの支援がで武器兵器をね、ウクライナに運びすぎて、アメリカはね、アメリカ自体が兵器が足りないという状況になってきております。これをですね、見事に穴埋めをするのが今回の日本のですね、この決定でございますので、で、この決定によってですね、ね、アメリカ軍の中で十分な武器がね、充足したら、またね、ウクライナへのね、武器の移転が始まったりとかしますので、この状況がね、世界で一番面白くないのはロシアでございます。いずれ北海道にも攻め入ってやろうと思ってたのに、日本にはですね、ロシアを超える最新鋭の武器が山ほど揃っていたら、うわ、もう攻め込めないじゃないかという形でですね、はい、ロシアがついさっきですね、パトリオットを輸出で日本に警告をしてきましたよ。これ読んでみる。ついさっきのニュースだよ。
はい、ロシア外務省のザハロワ情報局長は27日の定例会見で、日本政府がですね、地対空誘導弾パトリオットをですね、アメリカに輸出する方針について、最終的にウクライナに至る可能性は排除ができないと主張しました。今のところね、ウクライナに渡る可能性はないんですよ。ないのよね。アメリカがもともと持っているものはですね、ウクライナに多分行くでしょうけれども、その穴埋めを日本の兵器でするっていうだけだからさ。立て付け上は、建前上はね、あ、やめてこい、やめてこい。その場合はロシアに敵対する行為とみなし、二国間関係で、日本にとって最も深刻な結果をもたらすぞと警告をしました。あらら、攻めてくるんですか、米軍と戦うんですか、お前らごときが。日本政府はですね、ウクライナで使用されることは想定しておりませんよと、うまいこと言ったね。林法政、林法政とかもう言わない方がいいのかな。林くん、私今評価上がってきますからね。あいつ頭いいわ。もうそしてですね、第三国への移転はないと説明をしておりますという形で、でこれですね、第三国への移転に関してなんだけど、ちょっとね、懸念のポイントがね、二つ上がってきておりまして、一個はですね、あまり海外ね、アメリカにですね、パトリオットミサイル運びすぎると、日本の継戦能力、日本の自衛隊のですね、あのね、武器がですね、足りなくなるという、これは今アメリカで起こっていることが日本でも起こっちゃうから、そこの調整をうまくやってくださいね、木原防衛大臣さんという。まあ、これはまあ、木原さんに任せておけば多分大丈夫だよね。で、もう一個がですね、公明党さんね、これ防衛装備移転でですね、第三国に売りますよっていうですね、この第三国に売れるかどうかがすっごい大事なのね。第三国にですね、武器をちゃんと売ることによってですね、国内でですね、製造ラインであったりであるとか、防衛装備品の開発が進むでしょうね。こうやってね、自国内でちゃんとね、防衛装備品の生産ができるという体制を整えておくことは、台湾有事なんかのですね、有事の際に、むちゃくちゃ大事になります。むちゃくちゃ大事になる。で、台湾有事が起きてから、よし、今から鉄砲の弾作るぞ。作ったことないよね。どうすんだろうってなりますからね。もう、普段からちゃんと作っておけばですね、これ、継戦能力高まりますから、普段から作っておくのはすっごい大事なことなんですよね。しかしですね、平和を愛する公明党さんがですね、日本でなんか第三国に売るのはどうなんだっつってですね、今ちょっと話し合いが止まっていると。でもね、これある意味ね、でもね、俺公明党さんはね、最終的には OKすると思う。なんでかっていうと、今の話っていうのはおそらくね、アメリカからの圧力なんですよ。多分アメリカがですね、これね、だって日本がですね、武器が生産できるようになったらですね、どこの国が一番喜ぶかっていうと、実はアメリカなんですよね。負担が減るから。しかも日本はですね、東アジアのですね、アメリカと日本の同志国に対して武器を無償提供するということを言ってるわけでございますから、それをやってくれたらですね、米軍めっちゃ負担減るんですよ。助かるのよ。だからこれね、アメリカからの外圧的なイメージもこれあるでしょうから、まずこの流れは止まりません。絶対に、もう公明党が何を言うとも絶対止まりませんので、私は安心しておりますわ。で、この二つがね、懸念点としてあるんだけれども、でもね、どんだけね、この兵器が必要かっていう記事もですね、今日出ておりまして、まず一個はですね、これ中国なんですよ。これ中国面白いよ、この記事。ね、中国政府がですね、ミリタリーファンにある警告をしました。ミリタリーファンっていうのはですね、やっぱ日本の国内にもいるでしょう。自衛隊が大好きで、自衛隊が持ってるカガとかですね、戦闘機、ブルージャパンじゃない、なんだっけ、うわ、どうするしろ、あれ忘れるのやばいよね。ブルー、ああ、忘れた、もう、ごめん、ぶん殴ってくれ。日本のが持ってる兵器がですね、のことが大好きで、写真を撮りまくってるね、ミリタリーファンっているじゃないですか。あれ当然中国にもいるんですよ。そのね、ミリタリーファンに対してですね、中国政府がですね、ある警告を出したんです。兵器の画像の写真を撮るな。で、写真を撮ってですね、ネットにもし投稿しようもんなら、牢屋にぶち込むぞ。そう、写真があったらですね、この兵器がどんな形なのかっていうのは、なんだろうな。どのくらいの性能を持っているのかっていうのは、プロが見たら結構分かっちゃうんだよね。例えばね、中国の山東っていうですね、空母があるでしょ。で、あれにさ、なんかカタパルトを乗っけないとかいう話があったじゃん、カタパルト。要するに、ものすごいスピードで戦闘機をフォーンって出せるっていうカタパルトね。で、あれカタパルトがあったらですね、また、中国のですね、戦闘能力が上がってしまうから、あれは使えるのかどうなんだっていう形だったんだけど、写真をですね、これいろいろ見た感じ、あれ、見つかるだけで意外と使えなくない使えないんじゃないのみたいな話が今出てきてるとね、写真一枚でそこまで分かっちゃうんですよ。だからそれが分かっているからね、自国の兵器はできるだけ隠したいという形で、中国政府がミリタリーファンにですね、写真撮ってネットにアップしたら、牢屋にぶち込むぞという話が出てきてると。で、もう一個あるの。兵器がどんだけ大事なのかっていうのはこれ見たらわかるでしょ。今ですね、はい、ね、イスラエルとガザで揉めている、中東の方でですね、これね、日本の CNN の一個でもある、黄海とアデン湾がどえらい状況になってます。ミサイルが飛び交いまくってるという状況になっておりました。ちょっと読んでみる。これまでさっきの記事なんだ。さっきじゃなくて今日の記事なんだけれども、アメリカ軍がですね、黄海で多数の無人機や対艦弾道ミサイル、わかります？対艦弾道ミサイルを撃墜しました。対艦弾道ミサイル使ってるのはね、まあ、インドを除けばね、あっち側の人たちが多いんだよね。うん、何が起こってるかというと、
今ね、このシーレーンを守るためにですね、米軍であるとかイギリス軍であるとかがですね、この辺出張ってきてるんだよね。で、なんで出張ってくるのかというと、このイエメンにいるですね、このイランね、このイランのですね、から支援を受けてると思われる武装組織フーシ派がですね、このシーレーンをね、壊そう。西側諸国にとってすごい命綱とも言えるこのシーレーンを壊そうとして、ここにいるですね、西側諸国のですね、商船、あのタンカーとかをですね、にミサイルをぶち込みまくってるんですよ。今日もなんか一件ね、あの炎上させられてました。もうぶち込まってない。で、これをね、放っておくと西側諸国のシーレーンが死んでしまうから、だからこのジブチには自衛隊がいて、このアデン湾の方を守っているし、今回の方にはですね、イギリス軍とかアメリカ軍がですね、出張っていて、一生懸命この商船を守っているというニュースがね、今日飛び込んできてまして、で、ね、もう弾道ミサイルがね、飛び交ってるらしいのよ。これ結構やばいよ。で、今日は活躍したのは F18 っていうですね、あのほらトップガンという映画あるでしょ。トップガンのさ、最新版のですね、あの映画あったと思うんだけど、あそこでね、大活躍をしていたのは F35 とかではなくて、実はこの F18 という戦闘機ね、だからあのマーベリックね、マーベリックが乗ったですね、あの戦闘機がですね、ウォーンで飛びまくってたけど、あのあそこで飛んだのが F18、 その F18 が今中東で大活躍してるみたいですよ。一応読んでみようか。はい、新イラン組織がね、これ弾道対、要するに対艦弾道ミサイルをですね、これ発射してきて、それをですね、F18 で撃墜しまくってるみたいです。いきますよ。アメリカの中央軍はですね、26日、イエメンのですね、新イラン民兵組織フーシ派が発射をした無人機12機や、対艦弾道ミサイル3発などを、公海南方でですね、撃墜したと発表しました。船舶の損壊や、損害や、怪我人に対する報告は今のところございませんとね。ですね、あの、フーシ派はですね、現地時間、26日の、午前6時半頃からですね、攻撃を開始と、アメリカ海軍の空母ドワイト、アイゼンハワーをですね、中核とする空母打撃群に所属をするですね、ミサイル駆逐艦と、はい、F18 戦闘機などが対処しました。無人機とですね、対艦弾道ミサイルに加え、巡航ミサイル2発をですね、撃墜したと、攻撃は約10時間を超えたという、わかりますか ?10 時間、延々とドローンであるとか、ね、大陸間弾道ミサイル、対艦弾道ミサイルであるとか、巡航ミサイルが飛びまくってるのよ。これをアメリカ軍が必死で今撃墜をしているという状況です。10時間だぜ。もうほぼ戦争状態だよ。はい、フーシ派はですね、イスラム原理主義組織、ハマスをですね、支援しているやべえ組織です。ね。アメリカのですね、同盟国であるイスラエルと、ハマスの戦闘開始以来、黄海周辺で米軍や商船ね、へのですね、攻撃を繰り返していると。オースティンアメリカ国防長官は今月の18日、フーシ派の攻撃に対応するため、黄海周辺で、商船を護衛するですね、多国籍部隊のですね、発足を発表しました。アメリカの中央軍はですね、中東地域を管轄しているという話で、ここはね、多分ね、今後ももっとね、あの、激しくなってくると思います。で、海でございますから、常にですね、武器の補給っていうのが必要だから、もうこの辺はね、延々とね、米軍であるとか、イギリス海軍がですね、あの、行き交うことになりますから、いや、もう、これ、戦争状態よ。で、ここに、こういうですね、長期の戦闘が、世界各地でね、行われつつあるんですよ。ウクライナもそうだし。となったら、やっぱりね、こういうね、武器の生産能力って、めちゃくちゃ大事なの。これを自国内でできるかどうかってすっごい大事なの。で、それにですね、今の日本政府がね、日本学術会議を切り離すことによって、今一気に開発であるとか生産が進んでいるから、すっげえ嬉しいの。で、これ進んでるっていうのがね、もう分かりやすいでしょ。カナダがこの話を聞きつけて、日本の潜水艦が欲しいってはっきり言ったんですよ。三菱重工の潜水艦が欲しいってはっきり言ってくれたんですよね。だから、俺ね、もう2年以上前からこの日本学術会議のことを猛攻撃してたでしょ。もうバチバチに俺はもう攻撃しまくってたんですよ。その意味分かったでしょ。ね、で、こいつらがいなくなったことによって、西側諸国が日本に、ね、めっちゃ注目をしてます。そして日本のですね、このね、潜水艦、どのくらい世界から評価をされているのか、これすっごい分かりやすい記事を見つけておりますので、これを読んでね、終わりにしましょうか。で、行くよ。で、これちなみに、三菱重工の、が作ってるですね、潜水艦大芸でございます。これは本当に最新鋭の潜水艦でございまして、なんだろうな。なんだっけ、原潜、原子力潜水艦を除けばですね、これ、非原子力潜水艦の中ではですね、最強クラスのですね、潜水艦のうちの一個と言われております。それはカナダが欲しがるわけだね。読んでみようか。あとね、最後にはですね、これね、なんだっけ、ヤフコメでですね、非常にね、詳しい方々が分かりやすく文章を書いてくれてるんで、これもちょっとご紹介したいと思いますわ。行きますよ。国産の潜水艦、初輸出なるか。いや、そうなんですよ。冒頭言った通りですね、これ最初ね、オーストラリアに輸出、初めての輸出になるかもって思ってたんだけれども、オーストラリアが途中からですね、原子力潜水艦が欲しいって言っちゃったもんだから、じゃあフランスがですね、原子力潜水艦売るよって言ったんだよね。したらね、後からやってきたですね、イギリスとアメリカがですね、いや、アメリカの方からですね、原子力潜水艦出すから、フランスいいやつってフランスが怒っちゃったという話もあるんだけれども、そう、あの時ね、オーストラリアに初めて日本がね、原子力潜水、普通の潜水艦売れるかっつって盛り上がったんだけどね、まあ、ポシャってしまったわけですよ。で、今回カナダにですね、これから話が上がっておりまして、日本がですね、初めて潜水艦をですね、輸出
出するのは、カナダになりそうだよ。どうなんだろうね。まだわかんないんだけどね。読んでみよう、読んでみよう。はい。初輸出なるか。カナダがですね、日本の最新鋭の潜水艦に、熱い視線を投げかけてきているよ。要件がしかもぴったりらしいですよ。本当にぴったりなんですよね。いきますよ。カナダが進める潜水艦リフレッシュ計画ね。そう、カナダの潜水艦はみんな今古いんだよね。はい、海中に潜み、静かに標的に忍び寄ることから、海の忍者とも呼ばれるですね、潜水艦。海の忍者とか呼ばれてるんだったら、やっぱり日本の潜水艦、必要だよね。探知手段がですね、向上した現代においても、水上の艦艇にとっては、引き続き大きな脅威であり続けておりますね。それが潜水艦です。そのためですね、日本の周辺の国々はですね、軒並み新型の潜水艦を収益させるなどしておりまして、国家戦略と密接に関わる兵器の一つにもなっております。そのような中ですね、日本と太平洋を挟んで北に位置をするカナダにおいても潜水艦の話題が盛り上がりを見せておりますね。日本の潜水艦ですごいらしいぞ。マジでちょっと買おうぜみたいなことを言ってるらしいですよ。カナダの海軍ではですね、2023年の12月現在、4隻のウィクトリア級のですね、通常動力型潜水艦を運用しております。で、このね、ウィクトリア型級っていうのはですね、1980年代、すげえ前だね。1980年代にイギリスで建造されて、1990年代にイギリス海軍で収益をしたアップホルダー級をですね、カナダが中古艦として購入をした後に再収益させたものでございます。こうした経緯から、カナダ海軍での収益は、実は2000年代前半ではあるものの、実際のこの艦の年齢っていうのはすでに40年近くを達している、もう高級艦なんだよね。加えてビクトリア級はですね、不具合や事故、乗組員不足なども影響してですね、運用体制に大きな問題を抱えてしまっております。例えばですね、2019年と2020年にはですね、4隻すべてのビクトリア級について作戦行動を行うことができなかった。じゃあ買った意味ないよね、ということが実は明らかにされているので、早く潜水艦をね、新しいものにしなきゃいけないという状況があったんだよね。だからね、カナダ軍の内部ではビクトリア級をですね、更新するべく後継艦の導入検討が持ち上がっておりますと。そして実はこれに関しては日本も他人事ではない模様でございます。だってトルドーさんがね、日本の潜水艦欲しいって言ってるらしいんだもんね。カナダは一体何隻の潜水艦がお望みですか。いやー、なんかクロージングに、営業的にクロージングに入ってきますね。なんかね、まずはですね、カナダ海軍のですね、潜水艦更新計画について、現状判明している内容を少し整理しておきましょう。カナダ軍ではですね、2021年からカナダ哨戒潜水艦プロジェクトが始動しておりました。これはですね、将来保有するべき潜水艦の性能や要件などについて、諸外国の潜水艦に関する情報を収集しつつ検討しようというものでございます。なおですね、カナダ海軍としては最低でも8隻欲しいんだって。で、理想としてはですね、12隻の潜水艦の導入が望ましいとしているそうでございます。いやー、儲かるね、これね。というのもですね、1隻のですね、潜水艦を常に運用可能な状態に置こうとする場合ですね、短期及び長期整備のためにドック入りをするね、メンテナンス、点検が必要だからね、ドック入りをする艦や、乗員の訓練に当たる艦もですね、考慮するとね、それは訓練するためにもですね、潜水艦必要だからね、っていうのを考慮すると、最低でも4隻が必要になるんだと。そしてカナダはですね、太平洋と、あと太西洋というですね、両方側の海、二つの海に面してるでしょ。だからそれぞれの防衛のために2隻を常時展開させる体制っていうのが常に必要ですと。だから4隻かける、2でですね、最低でも8隻がいるとね。さらにですね、じゃあなんで12隻って言ってるかというと、こういう状況があります。さらに最近では北極海におけるロシア海軍や中国海軍の活動に目を光らせる必要が高まっております。そう、今ね、北極を我が物にせんと、ロシアとか中国が潜水艦だけではなくて砕氷船なんかも繰り出してですね、めちゃめちゃ来てるんですよね。だからここにカナダは目を光らせるんだよね。その観点から、カナダ海軍による北極海方面での作戦能力の向上が求められておりますと。そこでこちらにもですね、潜水艦を差し向けるとなると、さらにもう1隻を常時展開させる必要があるとして、そこから合計12隻という数字が導き出されたと考えられますと。ただしですね、この海軍主導の、潜水艦更新計画に関しては、費用高騰に伴う予算面の問題に加えて、最低でも現在の2倍の規模の潜水艦、戦力をですね、運用するだけの 人員を確保できるかどうかっていうのがネックになっているようでございます。頑張ってよ、そこを頑張って日本の潜水艦購入してほしいよね。で、こうした点がですね、不透明ということもございまして、実際にこうした規模でのですね、更新計画がカナダ政府によって認められるかどうかというのは、未だまだ不明確な状況ではあると。しかし、日本にとってカナダの計画が他人事ではない理由、現在のところですね、近代化の改修によって、このウィクトリア級という古いやつはですね、2030年代までは運用が継続される予定ですが、いずれは更新が必要になります。どう考えてもね。そこで注目をされているのが、日本の潜水艦なんです。来たね。現在のところですね、カナダの潜水艦、カナダ海軍が次期潜水艦にも
求める能力としては以下の4点が重要視されてるんですよね。まずディーゼルエンジンと発電機、バッテリーなどからなるですね、通常の動力であると、つまり原子力ではないということです。これは当てはまります。で、優れたですね、長距離航行性能、これも当てはまります。北極海での運用の能力、これはね、これちょっと強化すれば大丈夫らしいですよ。そしてアメリカ製の兵器および戦闘システムの搭載が可能、日本とアメリカは同盟国でございますからね、その辺のですね、あの互換性というのは間違いなくあります。はい、そしてですね、これらの要求を満たす潜水艦の一つとして関係者の間では、はい、日本の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦大芸型の名前が挙がっているんです。従来のですね、これ遠蓄電池でいいのかなと比べて、長期間のですね、潜航を可能とするリチウムイオン電池を搭載していることから、これリチウムイオン電池を搭載している艦って珍しいんですよね。これ技術的にね、高い技術がないと絶対できないから、だから体型型の航行性能は通常動力型の潜水艦と比較をして大きく向上しておりますね。またですね、アメリカ製の各種システムについても日米間の緊密な協力関係を背景として問題なく搭載することができると考えられております。こうした理由からですね、体型型に注目が集まっているというわけでございます。実際にですね、カナダ海軍協会がですね、刊行する海軍専門誌においてもですね、次期潜水艦の候補の一つとして体型型の名前が挙げられております。いや、三菱重工めっちゃ儲かりそうだね。さらにですね、現在日本とカナダの間では軍事関連の情報漏洩などを防ぐための、情報保護協定締結に関する協議が今進められていますと、この情報保護協定では、国防当局間のみならず、軍事に関連する産業や技術関係の情報もカバーされるため、日本とカナダの間でですね、防衛産業に関する連携強化が期待をされております。はい、機密の塊である潜水艦に関してはまさにこの協定の存在がですね、鍵を握ると言っても過言ではないでしょう。これはまあちゃんと進めてくれるでしょう、多分ね。近年ですね、安全保障面での関係強化を推し進めている日本とカナダでございますが、もしかすると将来日本の潜水艦がカナダの防衛の中核を担っているかもしれないよという話でございます。だからこれ結構ね、俺熱い話だと思います。相当大芸はね、相当潜水艦の能力ちょっと高いからね、俺ちょっと読んでみる。これヤフコメね、行きますよ。個人的に日本の造船技術はなかなかなんじゃないのかなと思っております。はい、リチウムイオン電池と水との相性というのは実は悪くて、潜水艦の動力としては難しいなどと聞きました。でもそれを可能にした日本の技術力というのはやっぱりすごいし、おかげで騒音も随分と抑えられたそうでございます。そう、潜水艦はですね、これいかに音を抑えるかというのがですね、命なのを握る時がありますから、やっぱ大事なんだよね。法改正は必要かもしれませんがね、公明党さんお願いしますよ。潜水艦が輸出をできるようになったら日本の産業の幅も広がりますね。むちゃくちゃ広がると思うよね。はい、日本はですね、先の戦争によるですね、アメリカ潜水艦による海上輸送路破壊に苦しんだ経験から、自国の潜水艦開発については特に力を入れていて、なるほどね、海上自衛隊が世界的に優秀であるゆえんでもございます。体系型のですね、潜航可能日数や静粛性等は非原子力として文句なしの世界一でございましょう。いや、そうなんだね、やっぱりそうなんだね、やっぱり うちの国の潜水艦世界一なんだって、すごいね。実現をすれば大変誇らしい話ですね。はい、おっしゃる通りだと思います。はい、日本はですね、潜水艦の建造技術を維持するために2社が各年で交互に受注をして建造している一方ですね、現役で保有できる席数にはキャップがはめられているため、物理的にはまだまだですね、運用可能な純新鋭潜水艦がかなり早期に退役をしていると。カナダが購入をしてくれるのであるならば、退役までのサイクルをですね、長期化できて、しかも造船所のですね、ノウハウも維持できるから、ありがたい話であると。いや、本当だね、本当、もう売りまくろうぜね。あとですね、車のディーゼルと考えると音がうるさい、騒音があるなど負のイメージもありますが、潜水艦としてはとても優秀で、むしろ最近ではですね、原子力潜水艦の方が見つかりやすいという側面もございます。日本ではですね、潜水艦乗りは自衛隊部隊の中でも最も厳しい精神力を要求され、さらにその秘密厳守事項もですね、他部署の非ではないと退役隊員が語っておられました。あ、そうか、やっぱ潜水艦乗ってる方々というのは全員がね、超エリートらしいよね。ね、安全性に関してはですね、戦闘機以上の要求がなされます。なるほどね。あとはねこれも見る、海上自衛隊の潜水艦の場合、造船2社がそれぞれ2年に1隻ずつ潜水艦を建造しているので、毎年1隻ずつ収益をしていますね。外国の艦をですね、建造するとこれにプラスアルファの造船能力が必要になりますが、これまでオーストラリアに売り込みをかけた経緯もございますので、いや、さっきの話ね、これね、うん。キャパのですね、増加の見込みはですね、ついていると思われます。技術移転をしてオーストラリアでの建造もオプションとしてはあったようですが、カナダの場合はですね、少なくとも浸水まで請け負って、偽装はですね、先方というのはありかもしれません。あ、なるほどね、多少こっち側の負担を減らすということだね。はい、あとね、あった、北極海での航行能力には、海面に張り詰めた厚い氷をですね、浮上時に砕くという要件も満たす必要があると推察をしますが、大型のですね、これ船舶でいいのかな、を持つですね、日本製通常型の、潜水艦では海
最終次第で対応できるのではないかと思いました。なるほどね。なんかいけるみたいな、やっぱり北極海の分厚い氷。例えばね、映画で言うとね、ワイルドスピードのですね、アイスブレイクでしたっけ、なんかその名前の映画あったよね。あれね、北極のですね、氷をね、ドカーンと壊しながらですね、原子力潜水艦がドーンと上がってくるシーンがあったんだけど、あんな感じみたいよ。あとはどこだかな。あとはね、評価が高いやつだとね、どれになるかな。これかな。いや、これ行ってみる。はい。日本のですね、潜水艦は、専守防衛特化の待ち伏せ型だから、防衛のためには安くて、とても優秀だよ。原子力潜水艦が一隻3000億円は超えるのに、日本の潜水艦は800億円程度だ。でも、ウルトラだったらもっと高く売っていいと思うけどね。しかし、艦隊防衛には不向きだと。あ、そうなの。艦隊に随行して、防衛任務に当たるためには、遅くとも30ノットで航行する必要があるが、そのスピードで連続潜航は無理。だから、艦隊防衛はおのずと原子力潜水艦になりますと。用途によって選ぶ潜水艦は変わると思います。オーストラリアに輸出をしようとしてフランスに負け、フランスはですね、これアメリカとイギリスに横取りをされた経緯があるのなら、だからカナダであるならば何らかの形で輸出はできると思います。じゃあできるってことはね、いける、はい。あとですね、日本の造船技術は第二次世界大戦後、連合国によって制約を受けてきましたけれども、制約がなければ最高の水準の技術は持っていますよ。今もあるかな、は持ってるでしょう。ただですね、軍事関係の輸出制限があるから外には出せないけどね、外国から見たら驚異的な部分もあると思いますよ。でもね、今ですね、このね、あの潜水艦をですね、輸出ができるためにですね、一生懸命自衛隊、自民党がですね、今話し合ってくれていて、それで公明党がちょっと待ってって言ってる状況だけど、公明党さん、もうね、日本の産業復活のためでございますよ。日本の国防力を上げるためでございますよ。ぜひこの潜水艦の輸出ね、叶えてくださいよ、ということでですね、これ、はい、もう私でも嬉しゅうでたまらんのじゃ、もうね、やっと日本学術会議がね、俺があんだけね、日本学術会議はぶっ飛ばして言った理由分かったでしょね。日本学術会議がね、国から気に払わされた途端にですね、防衛産業業界がもう一気化せに来ております。海外大注目の分かるでしょ。カナダがわざわざ潜水艦をですね、8隻もしくは12隻欲しいって言おうとしてるんですよ。はい、私はですね、もう本当にね、日本学術会議が潰れてくれて嬉しいでしゃあないね。このね、あの防衛装備品に関してはね、どのくらいね、この防衛装備品業界が活性化するかって、結構日本経済にですね、相当関わってきますので、これまたシンボリックな記事があったらですね、皆さんにお伝えしたいと思います。状況わかるだろう？中国が嫌がっていて、ロシアが嫌がってるんだよ。なわかるでしょ？そしてね、あの中東を見たらですね、これちゃんと生産できる体制を整えておく必要があるのはめちゃめちゃわかるだろう？お前わけのわからん武装勢力がですね、巡航ミサイルとか弾道ミサイル持ってるような状況になってきてるのよ。日本でちゃんと日本で、ね、国を守るためのですね、生産できる、日本を守るためのね、防衛整備品を生産できる体制を整えることは絶対に必要なんです。だからね、またシンボリックな記事があったらですね、皆さんにお伝えしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。